これこ、えー、尖閣にね、大量の、あの漁、ー、船が来るよ。漁船が来るんじゃないかという話。まあ、あの漁、ー、船、はい、と言いながらね、はい、あのー、民兵なんだけど。っていう話が、産経、はいえー、新聞で言てましたね。そうですね。はい、すはい、じゃあ、あのー、これ、とりあえず最初の部分だけ、ちょっと読ませてください。うん、ええと、三、えー、八月二日。 ですね。一昨日の記事なんですけど非常に読まれているですね、うん、中国政府が日本政府に対し尖閣諸島周辺での多数の漁船による領海侵入を予告するような主張とともに日本側に航行停止を要求する資格はないと伝えてきていたことが2日、分かったと16日に尖閣周辺で中国が設定する漁が終わると。うん あ漁船と航船が領海に退去して侵入をする恐れがあると、うん、日本の実効支配の切り崩しに向け挑発をエスカレートさせる可能性もあるとみて日本政府内では危機感がたた高まっているという記事でございました。 でこれからまあ退去して、うん、まあ大体8月半ばぐらいから、はい、まあい毎年来てるようなんですけど、はい、また来るんじゃないいいかという話ですよね。うん、いや、これってね、うん、でもね、うん、僕はこれ毎年やってるじゃないですか、うん、だから別にそんなに毎年来るの恒例だから別にそうなのかなっていう。はい あの、はい、問題にすること、急にドンと来る日だと、まあ。そうです。あの季節的に来るところなんで、はい、もしかしたらだからあの、はい、ただこのこういう発言を本当にしたのかと。うん、そう。の顔がね。裏が取れないから。そうわかんないんですよ。でもなんでこんな記事が出ちゃったんだろうね。よくよわかんないっていうことですね。はい、はい。まあとにかく今あの我々やっぱ尖閣がこれ、はい、不思議なものが不思議なんですけど、これ誰かもツイッターで書いてましたけど。 えー、安倍さんがマスクを変えたら大ニュース、うんはい、特にトップのニュースとかになるにもかかわらず尖閣になんていうか100日連続であの来てるのに船、うん、中国の船が、はい、それ全然報じられないという、はい、異常な状況です、ね、それはだからね地上波が、はいえー、情弱のためのコントロールされたメディアだからですいやでいや。でもあれって、はい 地上波ってその広く広域のためにやるもんじゃないんですか、うん、一応建前で建前はね建前もそうだし建前ですよいや本当そこなんですよね、うん、だからあの全くその辺の尖閣もう国家の安全保障の話をしたらなんかいけない雰囲気っていうのがいまだにもう2020年ですよそ<う>僕80年代からなんかこの辺の議論は自分で、うん、なんかうろ覚えに覚えてますけど、うん、その頃から全く変わってないというか。中国がここまでね、はい、あの、えー 日本を挑発しているにもかかわらず結局、やらないという日本のテレビはするというで我々、そこで考えなきゃいけないのはですね、はい、やっぱり尖閣な何とかしましょうということじゃないですか、うんでまあ、一応その、なまあ、日本のメディアあそれで僕はあのまた気になったのは昨日の河野大臣の、うん、防衛大臣の,、はい、あの話があったじゃないですかあの記者会見で。うんうん、共同通信とあとあ東京新聞の、はいうん はい、人かな2人が、はい 2> えー、河野大臣に質問してやこれってまず1人目の,その東京新聞の文字本当頭おかしいというか、まあ、エージェントなのかなとはちょっと思っちゃったんですけど。はいうん えー、これ、今回、えーと、MD ・ミサイルディフェンスでしたっけ、ミサイルディフェンスかな、あの尖閣の話かな、うん、なんかとにかく、こちらが防衛整備を進めます、うん、あそうだ、尖閣に対して、うんえー、もしかして場合によって、必要であれば、自衛隊の船が出てきますよという、うん、あのご軍艦のほうを出しますよということを言ってたわけじゃないですか、うんうん、それに対して、いや、そういうことをやってね、あの周りの中国とか韓国、うん、なぜか韓国なんですけど、うん、中国と韓国に、 えー、了解は取りましたとかいう話を <laughs> 言って、うん、河野大臣は、まあ、怒ったというかもう普通にいやいや、なんでこれ中国と韓国にの了解を取る必要があるんですかという、はいまあ、う,うまい反論をまあ文切り方ででとや,やったんですけど、まあ、河野太郎はその辺うまいんだけど、はい、本当に日本のテレビはさ一,、うん、一時は。うんうん えー、尖閣列島話すときに、日本と中国が領有権を主張する <laughs> 尖閣列島って言っちゃと時あるからね。<ー> <laughs> それ言えばほら、あれじゃないですか、うん、北朝鮮、朝鮮民主主義、人民共和国って NHK とか言わなきゃいけなかったっ北朝鮮って言っちゃうとなんかやばい,っい言っちゃいいけななとかね何なんですよね。 いやー、ちょっとびっくり。あの共同通信の方もやっぱりそれやるとなんかまずいんじゃないですか。あの相手の国を刺激するとか、うん、いや刺激するも何も勝手に刺激されるのは向こうの話だからって話なんですけどあ,あの、はい、向こうはね、毎日船出してね、うん、日本の領海まで近くまでね。 来てるわけでですすからそうですよ刺激もクソもない刺激もクソもない向こうがもうめちゃめちゃ刺激してきてる,、はい、てるわけですから、はい、っていう話ですよね。とい、うん、あの尖閣に関してはあの例のこの間見,見たとおりプロポーショナリティっていうのがちょっとありましてですね均等性っていうんですか。そのあのあ、うん 相手が一応まだ漁船とかのレベルでしかまだ来てない海警ていう船でしか来てないんでこちらもそれに同等もしくはちょっとその上もいけないのか基本的に同等の力で抑え込むっていうのが基本なんですねそうするとやっぱ海上保安庁の船でやるしかないっていうところでいざとなったら自衛隊が確かに出てきますよ話じゃ話いそれは本当に必要とあればの話じゃないだから別に何も河野大臣悪いこと言ってないのになぜかその辺を中国刺激するとか言うっていうのは不思議に不思議に なんかおかしい記者の人がいるんだなっていうのはちょっと感じまそういうのは、もう顔と名前出すべきだよね一応ね、なんか名前がちょっとなんか出てたかな、共同通信のほうはなんか出てたかな、東京のほうは上野なんとかさんっていう人らしいんですけど、でねこれ、僕は今、これから考えなきゃいけないのは、やっぱり今のところ、ほら実効支配してるの、まだ日本側じゃないですか、だから、実効支配してんのかっていう、まず上陸しないように政府がわざわざ決めてるわけでしょ。 誰も上陸しちゃいかんと、日本人がそこに近づこうとすると、海保が来て、うんはい、行くなってうわ、中国を刺激しないためでしょ、ですよね、中国の船は割と、とまと、あ、領海のね、ちょっと外ギリギリまでは来て、たまに中に入ってくるいっていう、おいお、はいと。 どうななんだよとななんか日本側が向こうにそんしてるっていうのはちょっとあるのかもしれないですけど、うんはい、ここで我々日本が戦略としてやらなきゃいけないのは、うん、もうこれははっきりしますそれは何かというと、うん、中国側のせいにして、うん、これ重要ですよこの中国側のせいにして中国がやってくるからしょうがないから尖閣に上がりますこのロジックを政府側が徹底的に国際社会に向けてというか、まあ、国際世論に 国際世論って世論のないのかもしれないですけど一応、情報対外発信をするということを中国側の船があまりに近づくから座礁したりしたらいけないから大きな灯台作りますとちょっとちっちゃいね、灯台もあるけどもうちょっとでかいのを作らないと危ないともうこれ中国側も間違ってきちゃうかもしれないでしょと。 それからもしくは尖閣のヤギが今絶滅しそうだからこれはヤギを動物保護の観点から中国の侵略にそのヤギがやられないようにしっかり入って我々が保護しますどっちかというとモグラが珍しいんでしょあそこにいるモグラが珍しいああモグラはねヤギはどうでもいいんだけどいやいやいやヤギ僕見ましたからねあの尖閣の上空まで行ってあっましたいました白いやつ見ました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 見 いても、ヤギがいるから安心だねっていう。そういう話ですか。そういう話です。いろんな用途が。ある種。いろんな用途。いろんな用途。これね、あの、僕何を言いたいかというと、その日本が我々これは、もう戦略的にやんなきゃいけないんですけど。同時に、これは日本も、ちょっと僕諦めてる部分があって、日本の文化にないやり方なんですけど。相手の。なんていうんですかね。 迷惑に感じることというか、うん、相手に対してこう、うわ、やられたと思うこと、はい、つまり相手の嫌がることを我々考えなきゃいけないんですよ、うん、でしかもそれを相手のせいにするっていうやり方を我々、広報側はマスターしなきゃいけないんです、うん、でも日本ってそれ、しないじゃないですか,か、人のせいにするなって子どものときから教えられてるじゃないですか、うん、でも、うん、こと尖閣に関しては、はい、中国のせいにしなきゃだめなんですよ。 もしやるとしたらです、ねうんはい。なので中国が悪いから仕方なくですよ、うん、仕方なくこっちはもうやるつもりは本当なくて、どちらかといえばやりたくないんだけども、はい、仕方なく中国がやってくるおかげで、しょうがない、も尖閣う行っちゃったみたいな、常駐、はい、しちゃったみたいな、こういう方向に話を持っていかなきゃいけないっていう話なんですよ。うんはい、これあのー こちらのね、クラウゼビッツの CD とか聞かれた方、はい、特に損子の方、ですね。うんはい、聞かれた方はお分かりいただけると思うんですけど、うん、あの戦略の考え方って2つあって、ですね、うん、大きく分けて、はい、1>, え1つは、えー、クラウゼビッツ、もしくは日本人が大好きなやり方、うん、それは自分がとにかく頑張ればうまくいくっていう考え方ですね、摩擦って概念クラウゼビッツ持ってるんですけど、この摩擦をいかに減らして、自分が効率よくやればせあの、まあ、戦争に勝てるっていう考え方じゃないですか。うん ところが、孫子の考え方およびまあ中国系の考え方ってやり方が逆で、はいうん、自分が不都合もあるし相手もいろいろ不都合あるんだけど、うん、むしろ一番戦略の中で大事なのは相手に摩擦を押し付けること、はい、つまりいかに相手に迷惑をかけるかと、はいはい、いうことを考えるのが本当の戦略の王道であるっていうふうにじゃあ、日本人には難しいね、うん、そうなんです、そこなんですよ。はいはい 我々その文化的に小学校の頃から習ってるのって相手にいかに迷惑をかけちゃいけないかっていう、はい、話をずっと相手に迷惑をかけないように自粛するのがそうなんかう日本人の美徳としてる美徳わけで,しょですよだから自分が風邪ひいたら当然マスクしなきゃいけないとか、はい っていうことでですすよよねそうじゃないんこちらの場合は今の特に尖閣で対峙している中国という国のやり方北京のやり方ですね中国共産党のやり方はとにかく自分が悪いかどうかは関係なくてとにかくお前が悪いんですお前が悪いっていうことをとにかく相手に押し付けてくるので条件反射的にまず日本が悪いって言ってくれるようにが悪い大前提が韓国もそうだよね まず日本が悪いもそう僕はだって費者事件の時だったら日本が悪いって言って近づいた日本が悪いって言ってお前らだいぶ日本に近いところに来てたんだぜってなのでですね、我々そこでやらなきゃいけないのはとにかく今、中国がもうこことこことここが悪いんで仕方なくですよ、こっちはやりたくないんですよ。 こっちは清廉潔白な人間だし、うん、そっちはしょうがないからやってきたおかげでもう嫌い々やいやながら常駐しましたみたいな,なるほど <laughs> ことをやらなきゃいけないってことですね、うん、はい、はい、これが日本できるか、はい、相手が迷惑に感じることを徹底的に考えることが特に洗礼会やる人たちはできるのかどうかっていうところが、はい、ものすごく僕大事だと今思ってますなんかさ、はい、あの日本はその迷惑かけないようにっていうのを子供の時からずっと言われてきたからだから あの迷惑をかけないようにするためのことを10個出せって言ったらそういうのは頑張ってやりそうじゃない <laughs> 例えばドアを閉じるときに音を静かにはい、はい、閉じるとかね,うそ,うねそういうこととかね廊下は走らないとかさ学校でも言われてたわけじゃないだってあれですよね幼稚園とか小学校のところに授業参観とかで行ってお父さんお母さんに大体両親御さんが大体聞くのが。うん うちの娘、息子は、皆さんと仲良くやってますでしょうかっていう。わを生み出してないでしょうか。迷惑かけてないでしょう。かもう、これ、本当戦略と真逆の考え方ですから。なるほどね。だから、相手に迷惑をかけてないでしょうかって、親が心配に来るっていう。で、逆に、この中国の方というのは、相手に迷惑をかけることを列挙せよみたいな。実際でも、ほら、尖閣では、そういうことやってきてるわけじゃない。で、それに対抗するには、我々は。 相手がもうやばいことやってきてるから、はい、仕方なくもうこ,っちこちらも対抗策としてやらざるを得なかったんで、はい、むしろ、えー、全ての責任は中国にあると、はい、北京にあると言えるかどうかですよ。はい、で今の政権ではそういうことできるのかなっていうのさすがにちょっと心もとないというかうん日本人的にはなかなかそういうのはやりづらい国民性ってのがあるかなるんですか しなないいじゃないだからあの半沢直樹がなぜ人気かって言ってあれ挑発しまくりじゃないと <laughs> か押しあれでも現実であれ言わないでしょあれ現実では <laughs> 現実がありえないでしょあんなこと言ったらそうそうそう <laughs> いやみんながやりたいと思うことあれ実現してくれるからスカッとするのかもしれないけど「けどお前の負けー!」<laughs> 言わない言わない <laughs> あれ無理だろって書いてますよいやあれ無理ですよね、うん、そう なんですよ。だから尖閣対象でも一緒なんですけどとにかく相手が最も嫌がるのは中国のアクションのおかげで尖閣の日本の実効支配が強まってしまったというふうに感じてもらうことであこれができるかどうかなかなか難しいですね。じゃあちょっととね、人の嫌がるこを 練習するっていうのは日本人にとってはすごい大事かもしれないですよだからその分は半沢直樹を見ながらちょっと頭の中でこうんていうんですか練習職みたいなそうそうそう言えるかどうかそう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 そ米中うそ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 うう フォースターニングの理論もちょっとあのフォースターニングが分かりづらいという人もいたのでフォースターニング理論をこれ取り上げて今のことを解説してますコロナが出てきたのもフォースターニングのにまに書いてました CGC が躍起になってきますよとそれからあと周平がね動き出しますよとかロックダウン っていう言葉は使ってないけれども都市封鎖しますとかそういうふうな形で、はい、あのフォースターニング実はもう予測が書いてあったんですよね。なので、はい、我々は米中激突しますよって話をするときにフォースターニングの話も今までやってきたんですけど、まあ、ちょっともう一度フォースターニングをに焦点を当てて、うん、でコロナもまあ当然焦点を当ててで米中激突のところも、ねあのー、合わせてね。ねだから今までで米中4まで 聞いてきた人にも当然わかるし、あとはフォースターニング初めて勉強したいなという人も、あこちらね、これここを知っときゃいいよというところを解説しました。あの僕もそのこれねスライドとかあるじゃないですか。非常にあのわかりやすいですね。あの本読むよりもこれこう言っちゃなんですけど、本を読むよりも、そうですね。もちょっと悔しいんですよ。自分で翻訳しといて、あのこっちの方が音声の方がわかりやすいっていうのはなんかね。 実際、日本に当てはめた図表を作ったんですよね、今回。だから、これ、フォースターニングってアメリカの80年周期節なんですけど、日本の80年周期節をベッ作ったんですよね、それがありますんで、非常にわかりやすいというふうにいや聞きましたね。ということで、世の中ね、いろんなことが起きてるというのは、どういう点かと。 あ後からですけれどもミレニアル世代についての解説を奥山さんが音声で期間限定で申し込んでくれた方には出しますので今後の中国、アメリカ、日本のミレニアル世代が世界を作るということがアメリカでは言われているわけですよね。 ミレニアル世代って何っていうのいろいろ疑問があると思いますそれはもし聞いていただけたらというふうに思いますすそうでねだいぶまとめてますね日本であんまり入ってきてないんですけどフォースターニングおよび昔のジェネレーション o n って昔の古い本も含めてですねニール・ハウの新しい情報なんかも全部入れて新しい世界がどう新しくなるかっていう話をしております冬の間に変わるね世界をということですね。とといいいうこでろろ 今後起こることを凝縮して伝えておりますどの世代も生き延び方が違うんですよねあそうなんです、それをちゃんと書いてますね、段階のせいは段階のせいの人たちの生き残りがあるし、僕とか奥山さん世代はどうするか、和也さんとかみたいな、ちょっと下の世代、ミレニアル世代ですけど、彼らはどうなるかということもあります。